鷺山の上から、東側をずっと見回してますので、鷺山と福光って言われる、場所ですね。そこが今眼前に開けています。まあ、かつての、土岐氏の時代の、まあ、城下町があったというふうに考えられている場所になります。この一帯にはですね、土岐氏の、まあ、大きな館があったというふうに考えられておりまして、鷺山もその一部だろうというふうに考えて います。斎藤道三が、この鷺山を隠居城にしたというふうに言われておりますけれども、それも、土岐氏の館を、再利用した可能性があるんじゃないかということも考えられるかと思います。今、鷺山の山頂付近にいます。正面に、金華山岐阜城が見えますが、以前はここは木が生えていて全く見えませんでした。で、最近木をきれいに切っていただいて、すごく眺めが良くなりまして、かつての鷺山と岐阜城との位置関係っていうのがよく分かるようになりました。こちらは地元の自治会連合会さんが、作られた鷺山城の説明版です。読ませていただくと、江戸時代に書かれた伝承を丁寧に読み解かれて、分かりやすく書かれております。これ一個だからですか？でもなんていうか、やっぱり人工的な平地だよね。人工ですよね、これは。あっちもそうだと思うんです。こちら鷺山城跡の説明版なんですけども、恥ずかしながら私が原稿とか作りましたけど、まあかつての自治会連合会さんが作られたものを大いに参考にさせていただいて、まあ、最近の、発掘調査なんかの成果も踏まえて、この辺りこういう場所ですよと、まあ道三の前にも土岐氏の城下町がありましたよとかですね、そんなことも含めて、書かせてもらいました。今からどの辺りに行ってまいりますか？今からですね、この辺りの、土塁の一部と、お堀の痕跡があるものですので、そこをちょっと見ようかなと思います。表面に見える緑の、土の、雑草の生えている高まりが昔の土塁の一部ですね、痕跡 でそれをずっと奥の方に行くと、擁壁が高くなっているところがありますが、あそこも、土塁が続いていて、でそのさらに山の斜面の方に土塁が伸びていたと、でそこを、まあ、擁壁で、切っちゃって今断面が出ているので、擁壁のところが、まあ、周りより少し高くなっている、まあ、そういう状態がここで分かります。鷺山館の土塁が今も確認できるのはここだけなんですね。今ご説明したのはこの場所でして、鷺山の、山の斜面に向かってこの茶色の土塁が向かっていて、少しだけ山の斜面に立ち上るというか立ち上がる、張り付くと、まあ、こんな形のですね場所になります。ここ今擁壁を作られちゃって、ここがまあこうぶった切られているような状態になっているということですね。この道路からですね、向こうの空き地というか、車が止まっているところに向けての一帯が、ほぼ、お堀の範囲になります。家が建っているところの左側の、コンクリートの基礎の部分がちょうど館の、コーナー、角の部分になります。あそこからお堀が、右側の方へ回っていくということが分かっています。まあ、この、今の空き地になっているところの、一番奥の付近のですね、以前そこから駐車場にかけての一帯をですね、以前試掘調査をしまして、お堀が実際にここにあるということが確認できました。で、深さは、深すぎて分からなかったです。
3メーター以上ありまして、幅も、20メーターぐらいある。はっきり分からなかったです。あまりに大きくて重機が届かなくてですね、非常に規模も大きい、いい館のお堀が実在しているってことが実際に試掘調査で確認されています。